ろそろ行きまーす。宜野湾地震時タイム。宜野湾市地震津波避難訓練特集。君の想いが高めて限りなき力生まれる。求めるならばどこまでも心の絆振りかざそう We are home。 2月28日水曜日、宜野湾地震時タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。宜野湾ヒルズ通り、合ってましたっけ？合ってます。はい、宜野湾ヒルズ通り、はい、FM 宜野湾のスタジオから午後5時まで生放送でお送りしております。そして今回ラジオ担当するのがいつものメンバーの赤峰です。よろしくお願いしますはい、同じくヨギです。よろしくお願いします。はい、はい、あ、FM 宜野湾の山内です。よろしくお願いしますはいはい、はい、というわけで山内さん、この番組はあお願いしていいですか？自分が抜けてるあ、そうか、ヨギさん抜けてる、すいません。はい、私たち宜野湾市社会福祉協議会通称宜野湾社協では、中心地の人と人がつながる優しい町宜野を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っております。はい、山内さん。はい、この番組ではメッセージ募集しております。メールアドレスが797@fmgino1.com、797@fmginowan.com、 また FM 宜野湾ではユーストリーム、ツイキャスでインターネット放送を行っております。サイマル放送も行っております。スマホでも聞くことができ、アプリリスラジオをダウンロードしていただいたらいつでもどこでも、このラジオを聞くことができます。皆さんぜひですね、お気軽にコメントで参加してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとオープニングに気を取られて忘れるっていう残りを。そうですね、はい、すみません。大丈夫だと思います。大丈夫ですか？はい、はい、オープニングでも言った通りですね、来月3月11日に宜野湾市は、うん、地震津波避難訓練がありますので、はいはい、その特集をですね、社協は3月14日、うん、3週連続やっていきたいと思うので、はい、後半びっちりとやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは幸せをつなぐ宜野湾チュイシージータイム始まります。それもあれですよね、山下さん、愛嬌でやってますね。じゃあ、どうしよう、安室奈美恵の曲からいこうか。ほい、初期の曲がいいかな。何がいいですか？ボディフィールエグジーがいいですか？あ、踊ればいいですか？そういう問題何いいですか？プライミーまで、プライミーにしよう。なんか、結構が流れてたって言いました。ああ、ちょっと押されてた。ごめん、ゆきちゃん、カメラを、まいさん、じゃない、よぎさん向けにもうちょい向けてもらっていい？オッケーです。そうそうそう。すぐ行きますね。2月28日水曜日、宜野湾チュイシージータイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。はい、さて、はい、この時間はふくふくトークのコーナーになるんですけども、はいはい、前半で言ったみたいに3月11日に宜野湾市は地震津波避難訓練が行われるということで、その取り組みをこの今回3週にわたって紹介していきたいということで、なんと今回はまずは大蛇名団地自治会に来てもらいました。というわけで自己紹介を早速お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。大蛇名団地自治会から参りました、自治会長しております大城修子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで早速そうですね、
いつものヨギさんでいいですか。はい、大丈夫ですよ。はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、3月11日に自主防災の、自主防災じゃないですね、避難訓練の方が行われるということになっておりまして、大蛇の団地さんの方はですね、早くから防災に関する意識がすごく高くて、自主防災組織も第1号、はい、第1号なんですか。市内第1号です。今知りました、すいません。ということですごい聞いておりますので、はい、第1号、そうなんですよ。で、先駆的に頑張っていただいているという子もありまして、で、立ち上がった経緯とかそういった皆さんの思いも少し聞いてみたいなと思いますので、お城会長いかがですか。立ち上がった経緯ってどういったところからだったんでしょうか。はい、私たち地域ではですね、支援を必要とする方、見守りを必要とする方々に対応できる組織ができないかなということで、ネットワークを強くしてですね、住民相互の助け合いっていうところを推進していく目的で、自主防災組織を立ち上げております。平成20年の立ち上げですね。20年の立ち上げで21年にもう10周年ですか。はい、もうやがて10周年を迎えるところですね。これは東北の前、震災の前、前です、前ですよ。はい、すごいですね。意識がすごい高い感じが。そうですね、あれきっかけで自主防災組織とかも、割と何て言うんですかね、組織されたり言われるようになってきてたので、すごいですね本当に。私たち地域はですね、県営団地になるんですけれども、土地柄ですね、ちょっと地盤が緩いっていうところが懸念されておりまして、そうなんですか。その辺の不安の解消といいましょうか、対応ができるようにっていうところも含まれていたんですが、やっぱり地域がつながることで、万が一の時にはそうですね、お互いに助け合えるっていうところを目的としております、はい、海抜も10メートル以下ですよね。うちの地域は6メートルですね。あ、なんかもっと高い感じがするんだけど、そうですね、大蛇団地って、浦添よりってことですよね。そうですよね、すぐそばに川も流れてますし、川が海と直結しておりますので、本当に建物のすぐそばを川が流れております。ちょっと心配ですね、やっぱり。そうですね、牧港川も洪水みたいな感じなりますよね。そうですね、危険。そうなんだ。はい、私たちの隣、地域の隣を流れる川は、西原あたりからの水が入ってきますので、西原方面で大雨が降ると、うちの隣の川に大量の水が入り込んでくるっていう、とても危険と隣り合わせな地域ではあります。確かに。それで地震が起きて津波が来るとなおさら、はい、もう海から直接水がすぐに入ってくるような地域になっているので、意識高めていかないといけないですね。そうですね、確かに。やっぱり事情の意識って大事だから、やはり第一号なんですよ。平成20年すごいですね、すごいですね、はい、私が採用される前なんですよ。あ、そうなんですか、はい。なるほど。ちょっとプチ情報入りました。どうでもいい。そうですね。今のが今のこの引き具合、行ったのかいらないのか。はい、はい。で、皆さん自主防に対するすごく意識が高いので、防災だけの勉強会ってやはりなんか私たちなかなか参加しづらいっていうのがあるので、お城会長すごく頑張っていただいて、区民スポーツにそういう防災意識を取り入れていこうということで、誰もが参加しやすいっていうところをすごく意識されているので、そこも少しご紹介いただけますか。はいはいはい。年2回の防災訓練っていうのを繰り返しているんですけれども、やはりもう去年行ったから知ってるとかっていう声も多くてですね、どうやったら皆さんがこう防災に訓練に参加してくれるのかなっていうことで悩んでる時期にですね、ちょうど区民スポーツ大会がありました。区民スポーツ大会って私たち地域では最も区民が多く参加する事業なんですよ。あ、そうなんですね。じゃあそこで何かできないかっていうことで、競技として一つ取り組むことを考えまして、で、参加者に防災グッズを参加賞として出せるような計画を立てまして、このスポーツ、防災訓練を兼ねながらこれを競争していく、競うっていう、プログラムを立てまして、実施しましたら、結構皆さん難しいねとか楽しいねとかって言いながら、たく
くさんの方が参加してくれたんですよ、はいはい、もうすごく嬉しくってですね、はいはいはい、やっぱりこれだっていうところで、はいはい、短歌を作ってみたり、うん、消火器を、そのスポーツ大会の中で短歌作り競争みたいな、え、そうですもう防災、面白いね、防災競争っていうところ、はいはい、防災競争っていう競技名を作ってってことです、そうです、この競技種目が5種目ぐらいありまして、はいはいはい、消火栓から水を放水することをして、うんうん、向こう側にあるパネルを倒す、でそのなるほど次の人にバトンタッチして、はいはい、簡易短歌を作って子供を運ぶ、あ、はいはいはい、でまた次の走者にはバケツリレーっていう形で、うん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 、お手玉をバケツからバケツへって移していきながら、面白いですね、アイディアすごいですね、すごいですよ、千変万化の防災バージョンみたいな、そうですね、そうですそうです、なんかいろいろやっていくじゃないですか、千変万化わかります、知らないです、今日本語わからなかったです、ね、え、千変万化って言いますね、なんかありますよ、この段ボールで、あ、そうなんだ、なんかね、大きいズボン履いて回って競技しながらリレーして回ってってやつがあるんですよ、いろんな競技を、あれの防災バージョンってバージョン、そうですね、すごいね、バケツリレーして、最後には、最後にはバケツリレーって水でやるとやっぱり汚れてしまうの で、ね、ちょっと嫌がる方もいらっしゃるのかなっていうところで、お手玉を、うんうん、バケツ水代わりにしてですね、はい、バケツリレーをしていって、最後はこのお手玉を運動会用の紅白の玉入れです、はいはい、玉入れにして、はいはいはい、時間を決めてこの玉がいくつ入ったかっていう風なすごい盛りだくさん競争をしました、最終的には運動会の形で締めたんですけれども、でもやっぱりよいしょよいしょ防災の意識を持ってもらうってこと、そうですね、楽しみながらこの防災のことに触れていけたら少しずつでも、そうですよね、入っていくのかなっていう思いから競技組んでみまして、やはり継続しております、少しずつ足したり引いたり、すごいですね本当に、うん、このなんていうんですかね、アイディアもそうだし、そうですよ、ねえ、はい、実際やってしまう行動力というか、うん、そういったのもすごいし、ね、団結力もね、はい、ないとできないですから、うん、ですね、やっぱり企画はするのはいくらでもできるのかもしれないんですけど、うん、はい、この防災委員の皆さんだとか、はいはい、地域の皆さんの関心が一緒に乗っかって、うんうんうん、成功したのかなっていう、はい、ね、関心持たないと成功しないですかね、そうですね、そこがミソですよ、関心が広がるっていうのは、そうですね、はい、でまたグッズもね、うん、景品としてお渡ししてるっていうことなの で、ね、なかなか自分で集めるって難しい、うんうん、思っていてもなかなか、うん、そうですね、できないですよ ね、 すよね、やっぱりそういったところもいいかなって、はいはいはい、そんな中ですね、大塚健二さんから来てますね、コメントが来てるんですけども、うん、こんにちは、埼玉からツイキャスで見てますってことで、まあ、防災グッズもらうからとかですかね、参加費はお高いんですかみたいなコメントが来てるんですけどスポーツ大会どんな、埼玉県からですか、はい、ですね、うちの区民運動会に参加していただければ参加費無料なんですけれども、もちろん、はいはい、もうスポーツ大会自体無料ってこと、まあ、区民スポーツですからね、まあ、区のスポーツ大会ですからね、でも無料ですよ、ぜひ、うん、大塚さんゲストとしていらっしゃっていただければ、ね、大丈夫ですか、大丈夫、はい、じゃあぜひお待ちしております、了解しました、埼玉県からいい、ね、はい、ぜひぜひ、そうですよ大塚さん、うん、はい、本当ね、いいですよね、はい、うん、でこのグッズも毎年工夫凝らしてる感じですよ ね、 そうですね、はい、いろいろとどんな感じでしたか ね、ね、私もちょっと記憶が、はい、避難バッグ、避難バッグ、避難バッグ、バッグ、はい、あ、バッグ、カバン、はい、非常用道具を入れて玄関先に準備しておくような避難バッグだったり、いいですね、うんうん、すごいですよね、はい、またLED ライト、はいはい、キーホルダー式の LED ライト、これ大人気でですね、そうですよね、普通に欲しいですよ、欲しいですね、はい、もう子どもたちはややもしたらこれが欲しいがために参加したんじゃないかなっていう傾向もあったんですが、はい、子どもたちがでもそういうところに触れてくれるっていうところがすごく嬉しくてですね、まあね、はいはい、足りない分は欲しいものからいずれ興味持って、なんでこれが必要なんだろうってなる、はい、なりますからね、そうですね、そんな感じかな、みんなカバン欲しいですね、カバン欲しいですね、うん、あ、何でもいいと思います、うん、私たちの家庭はこれが避難バッグだって決めれば、うん、玄関先に必要品を入れて、うん、下げておけばそれがバッグになりますからね、ね、そういうカバンもらえたらまた入れる、なんていうんですかね、なんか入れてみようとかってなりますよね、うん、
ちょっと見に行こうとか、中身どうしようとかって話し合うきっかけにもなりますね。そうですね。そうですね。本当にアイデアが素晴らしい。はい。はい。はい、じゃあここで一旦曲、曲入れましょうか。はい、わかりました。はい。はい。じゃあ、しゅうこさんに紹介してもらいましょうかね。打ち合わせができなかったみたいですけど、ゲットバイです。大丈夫ですか？ゲットバイ。ゲットバイマイなんとか。あ、じゃあ山下さんに。そうですね。山下さんお願いします。はい、安室奈美恵でゲットマイセルフバックです。合ってましたか、このリクエスト。すいません、急に降ったから家に。あ、もう入ってました今の。じゃあ大丈夫です。子供会とあとは防災式のところ。サッピーチ行きますかね。話が結構話すまだ盛りだくさんですよね。ですね。だからこの団地自治会っていうのが本当面白いなと思って、時間余ったら聞いていいですか？どうぞ。団地自治会って沖縄でそんなに聞いたことがないんですけど、そうですね。だからどんな感じでこう自治会のこの、まあ、なんていうの、運営ですか、運営というか人とか、この団地だけなのか何なのかっていうのがちょっと分からなくて、地域と一緒ではあるんだけどね。まあ後でもし時間あれば。あれば。大塚さんが運動が苦手な人には防犯クイズとかもあるんですか？あ、お年寄りでも参加できるようなメニューしか組んでない。ああ、はい、もうメールも来てますね。あ、じゃあメールも、はい、じゃあ困った時の山内下の実、そうですよ、社協はそれで成り立ってますから。今この会話聞こえてるんですよ、はい、YouTube で、はい、はい、で町にこの取り組みも埼玉に持ち帰っていて、バッチも一緒に。あ、大塚さん、もう運動苦手な方と言わず、80代、70代も参加してますので、参加してますからね。バケツを横流しできれば参加できます、はい、うんうん、それぞれ絶対役割があるんですよ。すごいですね。何かしら、すごいです。メールもじゃあ、あれですか、じゃあ何のことで、ああ、最後らへんに聞く、あ、さっと聞きましょうか、うん、任せます。大変、あ、もうそろそろやりましょう。9分、はい、そこからやりましょう、はい。さあ、お送りしている曲は、安室奈美恵で Get Myself Back でございます。大城さんリクエスト、大城会長リクエストでございます。さあ、ここでメールも来ております。はい、紹介しますね。はい、ラジオネームピカリアンさん、ピカリアン初めてですね。初めまして。中止時タイムの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ためになる番組ですね。ありがとうございます。はい、大ジャナといえば、先日、ジャナの芝居すごかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。シュウコさんも、見ていただいたんですね。私も出てますよ。元気な区民が多くてびっくりしました。いざという時も団結して乗り越えられそう。手本となるよう頑張ってくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと地味に嬉しかったですよね。はい、やっぱジャナーのあれはいいっすね。そうですね。いろんな人がねすごい数見に来てたんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、あ、ごめんなさい。あ、どうぞどうぞ。もう続き行きましょうか。はい、よきさん、よきさんとみたいな。もう少しちょっといろいろ活動について触れさせてもらえればなって思うんですけど、私大蛇の団地 の地域の方でいろいろと毎月色々定例会とかも参加させていただいたりっていうところをしているんですが、はい、もう一つ面白い取り組みしていて、はい、子供会の取り組みが面白いんですよ。そうですね。はい、子供会、子供たちにですね、防災訓練というと実は参加人数がほぼいないんですよ。確かに、はい、勉強しそうなイメージがありますからね。難しいね。確かにね。というところから考えたのが、うん、はい、子ども会のお泊まり会です。あ、楽しそう。いっぱい来るんですよ、お泊まり会。あ、お家から離れて一泊できるんだって、友達と一緒に寝泊まりできるんだって、たくさんの子どもが集まってくるんですが、はい、ここに防災に絡む内容を取り組んでですね、まずは公民館に皆さん泊まってもらうんですけど、はいはい、自分が眠れるぐらいのスペースの段ボールを一つ持ち込んでもらいます。あ、すごいな。いいですね。はいはい、で実際にタイルの上に段ボールを引いて、段ボールの上で眠っていただきます。すごいですね。これがまさに
避難所の体験になっていると考えます。で、食事ももちろん子どもたちが作ってくれるんですけれども、一度は火起こしをしました。火起こし、火起こし器、火をギコギコ回しながら火を起こしたことありますか？見ました、私も。はい、あの地域の防災員の方がですね、この火起こし器を手作りで作っていただいてですね、すごいですよ、はい、あの木くずを集めてギコギコ火を起こすためにも大人も子供も汗だくになってやったんですけど、やっぱ火って大事って思いますね。そしたら、はい、はい、すごいな。ただですね、結果的に力及ばず火が起きることはなかったんですが、あ、そうなんですね。そこでまあ皆さんこんな時もあるねって、大人の人がきっとライター持ってるからライターで火を起こせばいいんだよっていう、まあ最終手段を教えることもできまして、でまたその火を起こしてもらって、あ、ライターで火を起こしてもらって、まあ食事を作ったのも全部子どもたちです。カレーライスだったんですけど、飯盒で米を炊いてもらったんですが、おかゆさんでカレーを食べたチームもあれば、そう、おこげで、いい経験ですからね。そうそうそう、おこげでカレーを食べたチームもあったりで、またこれも一つ学習なのかなっていうところでですね、あとはもうお互いに異年齢同士助け合うっていうところをすごく学んでもらってます。そうですね、はい、まさしく福祉教育ですね。そうですね、助け合い、本当に避難所の疑似体験ができるってなかなかできないので、あの僕らでも、まあね、想像はつくんですけど、はい、何がこう大事でとかっていうのが感覚的に分かっていくので、すごいですよね。すごいことしてますね、本当に、さっきから聞いてたら、そうですよね、もうこれもやっぱり地域の大人方の助け援助があってから成り立つもので、だけどそういったところって、ね、大人同士もまたつながるじゃないですか、お互いにこういうことをやった経験って、またいざこういう地震が起きたとか津波が来た時に助け合える、分かり合えるってのも大きくないですか。大人同士もまたそうですね、いいなと思います ね、 うん、確かに。そう、大塚さんもなんか誰もが思っても集まるというのは難しくて、環境づくりとっても大切だと思いますっていう、こういうまさにそうですよね、きっかけとかきっかけ、場とかですよね。また楽しくっていうところが一番いいと思います。そうですね、難しいですけどね、このどう集めるか、そうですね、何をするかによって参加者ってですよね、大きく変わってくると思うんですけど、自分が参加したいかなって思うような企画を、あの立てていくことを心がけてるつもりなんですけれども、はい、すごい、大塚健二さん、ダンボール火起こしすごいですね、次は電気なし、ですかねって来てますよ。今の時代の子は電気なしは厳しいかもしれないですね。しかも夏場、やってみたいですね。一回携帯を取り上げるっていうのもあったんですよ、ゲームとか。あ、この退屈な時間をどう過ごすかって、みんなすぐ今携帯なの で、 そうです、ね、どっかの県外の被災地で、被災地じゃないですね、訓練でそれ実際やってみて、遊び方を子どもたちが知らなくてとかもあったって言ってましたね。だから電気なしいいんじゃないですか、アイデアとしてね。はい、ブレーカー落としましょうね、確かにですね、すぐにできます、この確かにもう、ね、はい、まあ、せめて短い時間だけでも ね、 そうですね、ないっていう時間も必要かもしれないですね、はい、まあ、そういう経験もしながら、楽しみながら防災について学習するっていうところで、アイデアマンですよね、アイデアマン、面白い、すごいすごいですね、楽しいとか興味持つきっかけがあって、そこからなんか動機付けではないんですけど、ね、必要だなっていうの大事だなと思いました、はい、3.11 の件もちょっと紹介したいんですけど、だいぶ時間も過ぎてるんですが、そうですね、3月11日にも、まあ、避難訓練を、ね、やるということで、先ほど赤嶺舞さんから、あの地震津波避難訓練が、宜野湾市の西海岸地区の自治体を中心に行われるんですけれども、私たちは前回自助というところ、自分を助けなきゃ次の避難に至らないですよね、というところで自助というところをテーマにして、まあ、ガラス飛散防止シートや家具固定で、まず自分の家庭内から自分を守る防災っていうのを学びました。またそれを踏まえて、その継続で今回は
共助、共に助けるですね、共助っていうところをテーマにして、はい、防災訓練企画しております。で私ども大蛇名団地はですね、はい、建て替え事業に入っておりまして、はい、今まで5階層の建物が10階建ての建物に変わりまして、まあ、その10階一番最上階からの避難っていう、うん、はいはい、訓練をまだしておりませんで、うん、そのような避難訓練を予定しております。うん、高層階から要援護者を、うん、まあ、階段を使って救助しに行くという設定です。なるほど、はいはい、でそこで、救助する中で、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、救助して、この救助者もまだ設定されていません。なるほど、はい、避難して歩いている若そうな子どもたちとかを、はいはいはい、お願いして、うんうんうん、一緒に訓練参加してもらおうかなと思っております。で最終的には11時からは、宜野湾市益城にあります、はい、市立博物館に、はい、集合となるんですけれども、そちらでは自衛隊による、訓練、炊き出し訓練等も予定されておりますので、はい、それぞれの地域の皆さん、自分たちの、地域の訓練が終わりましたら、ぜひ博物館まで足を運んでいただければと思っております。あ、素晴らしい、はい、ありがとうございます。という感じで、はい、もう3月11日はもう盛りだくさんの避難訓練に、そうですね、皆さんぜひ参加していただきたいですね。なっていて、はい、来週は上大蛇名自治会の方を紹介して、はい、また振り返りの週も作っていきたいと思いますので、はい、皆さん来週も聞いていただけたらなと思います、はい、それでは皆さんさようなら、また聞いてね。ありがとうございます。ちょっとギリギリだったんですけど。